富田信孝、富田信孝は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての武将、大名、伊勢屋の津城主、津藩、第二代藩主。関ヶ原の戦いの功績によって、伊予宇和島藩書大藩主に転じたが、改役された。富田一泊、信広、友信の長男として、大見国で生まれた。母は、黒田ナの娘。性質は、 ウキタ・ヤス・の娘で、形質は、ウキタ・タダの娘、ウキタ・ヒデの養女であるが、女武者として、有名な女性は、後者の忠ダの娘である。関西へおさむ所下府によると、署名は友勝。イミ名は、その他にも、友春、信勝、信高と同音の信高など、複数伝わる。ヤシでイミ名を友信とするために、一部の書籍で取り違えが見られるが、 処刑図によればこれは、父一泊の名である。父が、橋場秀吉に仕えて側近にまでなったため、天正十六年、1588年より、信孝も、関白秀吉に仕えた。文禄三年、1594年、十五位した、死の守るに助任された。文禄四年、1595年2月28日。 七月十五日、父が伊勢や農軍で二万国を加造されたが、一泊はこれをそのまま信孝に分岐した。慶長三年、1598年、秀吉が亡くなると、異物、三忠の刀を受領をした。慶長四年、1599年に、父が隠居したので、家徳を継いだ。信孝は、あの辻上市五万国、六万国ともの大名となった。 慶長五年1600年6月、徳川家康が上杉討伐の軍を起こすと、信孝も300名の家臣を率いて従軍し、坂木原康政の軍勢に属した。遠征途中の7月12日に石田三成が挙兵すると、小山表情において他の諸将と同様、家康に寄り木することを決意する。富田氏は三成と同じく、 大見州であるが、信孝や一泊はもともと、三成とは不和であったという。家康は、交通の要衝にあるあの津城を確保するために、信孝と伊勢上の城主、分け部光吉に先行して帰還し、防備を固めるように命じた。8月1日、信孝と光吉は、下津小山から急ぎ出立し、東海道を進んで、池田照正の三河吉田城に至り、 平戦数百を借りて、三河湾を渡った。途中、伊勢湾を海上封鎖する西軍の久喜義高の平戦に遭遇して乗り込みを許したが、義高とは懇意だった信孝は西軍に属するために、東軍から離脱したと欺いて、ここを脱した。伏見城を攻略していた西軍は、伊賀方面から伊勢路に向けて大軍を進出させ、すでに近くまで迫っていた。三つは、 自らの居城である、上野城は守るに足りないと判断して、道場を放棄し、信孝の居城、あのつ城に合流して、東の門を守った。信孝は東軍に、道場の状況を伝え、急ぎ家康に成城してもらうように要請しようと、したが、西軍、久喜税の海上封鎖により、東軍との連絡は立たれており、孤立した状態となっていた。鍋島勝茂の軍勢に包囲される、 松坂城の城主、古田重勝も、わずかだが兵力を割いて、援軍は、城の南閣を補強した。結局、信鷹は、兵衛16001700と共に籠城した。対する西軍は、毛利秀元、長塚正江、安国寺家系、志士ど継吉川広家ら総勢三万に上った。ところが、いち早く、あの津城を攻撃しようとした。 長塚正江の軍勢は、浜に上陸した、数千の信孝の兵船を見て、東軍本隊の到着と誤認して、鈴鹿、亀山の山中に改装。後でこの間違いに気づいて戻ってくるが、信孝はこれを野州で撃破して、規制を上げた。8月23日、9月30日、あの津城攻防戦が開始された。十四日、西来寺陛下で焼けて、 町山で炎症。この木に乗じて西軍は城壁を登り始めたので、信孝と三吉は城から撃って出て反撃した。三吉は奮闘したが、死守戸元継ぐと戦い、双方が傷を負って退いた。信孝も自ら槍を振るって戦ったが、群がる敵兵に囲まれた。そこへ、短期、若武者が救援に駆けつけて、危機を脱した。それは、美にして、武士なり、 こときゅうなるを危機短期にしていず、鎧かぶと宣令、奮前将、まさ、周回目属す、ついに、信孝を、福、と活目された、この若武者は、信孝の妻であった。しかし戦いは劣勢で、二の丸、三の丸が陥落し、爪城に追い込まれた。二十五日、敵が総攻撃に移る中で、信孝は城門を開いて突撃。 五百余を打ち取って、寄せ手を撃退して再び城に籠もった。二十六日、これ以上戦いを継続するのは困難であると、判断した信孝が破命を投じて、和議を交うたとも、決戦が迫って、戦いを切り上げようとした、毛利秀元が菊井、王子を仲介として、講和を成立させたとも、吉川広家への幸福勧告を信孝が入れたとも、伝わるが、 いずれにしてもこの日に会場することが決まり、城を明け渡して、信孝は一新田町の高田山千秋寺で停発して出家し、高野山に走った。関ヶ原の役が東軍の勝利で終わると、家康より二心な木胸を称され、失った所領を服して本領が安堵された他に、伊勢国内に二万国を数をされた。以後は、戦災で被災したつの城下町の再建に努めた。 慶長十年、1605年、夫人の弟で信高の義弟にあたる坂崎直森、岩三羽の藩主は、同じく夫人の老いにあたる浮田左門が、直森の女、もしくは小アッパと密通していることを知って、家臣に女、小アッパを切らせた。しかし左門がこれを恨んで命令に従って切った、家臣を殺してしまった。直盛の父である、浮田忠家は、サ門の身を、心配して、 左門に書を与えて婿である信孝のもとへ出本させた。今度はこれに、直盛が起がり、人をやって質問したところ、信孝はここを去ったと答えて隠したので、直盛は、通常に自ら赴いて捜索しようとしたが、上主不在を理由に拒否されて、さらに激怒。信孝が伏見に行ったというので、信孝の家臣を人質として奪って、信孝を追った。信孝を補殺しようという勢いであったが、 これは家臣に止められたので、代わりに名護森は家康に訴え出ることにして、国政に背いた罪人を隠していると信鷹を告訴した。しかし家康は、政務はもはや将軍秀忠に譲ったので祭壇は、抗議に仰ぐようにと指示して、この件を取り合わなかった。慶長十三年、1608年九月十五日、伊予板島城に天保となり、これが、 宇和島藩十万千九百国となる。五万家増され合わせて十二万国とも、同年、十四位下に除された。信孝は、和島藩政確立のため、海運工事や、掘削事業などを手掛けた。違法に伴い、浮田左も門も、密かに国を出て、高橋元だね、日向の岡藩主のもとに身を寄せた。夫人はこれを憐れんで、米三百国の仕送りを送ったが、 サモンの従者が、夫人の手紙を盗んで直盛のもとへ走帰国を願い出た。直盛は大いに喜び、慶長十八年、六百十三年、この手紙を持って、江戸に行って、今度は秀忠に訴え出た。たまたまこの時は家康も江戸城におり、十月八日、家康と秀忠、老中の列する中で裁定があり、夫人の罪が咎められて、信孝は、改役に処され、 連座して、弟佐野聖光、下野佐野藩主も改役、かくまった元種も同じく改役となった。また佐門は処刑された。二十五日、信鷹は、道のく岩木平藩の鳥居忠政に預けられ、岩木に抹去することになった。ただし、八年前の件で断罪されたのは、表向きの口実で、真相は、大久保長安事件に連座したという説が有力である。 寛永十年（ 0年、1633年に、小名浜の妙神寺派前長寺で死去した。長男の智之は、徳川頼房の家臣となり、子孫は、三戸藩主として存続した。次男の智則は、立林藩主時代の徳川綱吉の家臣となり、その後五百票を給され旗本となる。地義の子息の地境の第二七千国に加造され、上級旗本として存続した。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。